逆流性食道炎シリーズついに来ました。私の方でも好評なシリーズなので、ぜひたくさんお答えしたいと思います。今日のポイント、ざっくり1番目は逆流性食道炎の症状について覚えてください。ハートバーン、つまり胸が焼けるような、いわゆる違和感とか焼ける感じがある方、逆流性食道炎を考えてください。2番目ですね、これは食事の量ですね。これがご自身でできる治療の根本です。ですから主治医はもちろん私ではあるけど、患者さんご自身です。で、3番目ですね、やっぱり信頼できる主治医の先生とともに薬物療法は進めていくべきなので、長く飲むのか短く飲むのか、やみくもに飲まないということが大事かと思いますね。ご質問ありがとうございます。多摩プラザ南口胃腸内科クリニックの東と申します。まあ、症状ですけれど、もうまず一言で言うならば、胸焼けという言葉に代表されるのが逆流性食道炎なんですよ。ただ胸焼けって聞いて分かる方と、実は分かんない方っていっぱいいらっしゃって、熱い感じが分からないとか、焼けてる感じが分からないとか、そのまあ這い上がってくることで、こう胸のあたりがこう違和感を感じることが、まあ通常胸焼けという感じ。これなんで胸焼けっていうかというと、もともと多分これ英語だと思うんですけど、ハートバーンって言って、まあ胸が焼けるっていうことで胸焼けっていう言葉が多分出てきてるんですよ。胸が焼けること実際ないんですけど、焼けたようにチリチリ痛いとか、そういった形の、イメージに近いんじゃないかと思うんですね。わかりやすく説明すると、ペーハーといって酸性度がだいたい2ぐらい、中性がだいたい7、8ぐらいですから、それを考えるとかなり酸性に近い胃酸が食道の中を這い上がってくると、胃は分厚いし粘液がたくさんあるから守られてるんだけれども、食道は薄くて粘液もないので、まあ、ただれやすい。それで症状が出てきやすい。で、その症状としては、これが人によって違うけど、まあ、通常は熱い症状、痛い症状に代表される、まあ、胸焼けとか胸痛ですよね。で、症状全く感じない方でも喉まで来ちゃうとさすがにやっぱ分かるから、これが違和感とか不快感という形で出てくる。これはもう以前もお話ししますけど、知覚過敏にもいわゆる絡んでくるという状況ですね。ですから一番の、まあ、症状としては胸焼けということを一応お話はしたいと思います。逆流性食道炎は最近のコロナ禍の背景で増えているんですか？増加傾向にあります。もうこれは私たちの生活環境が一番なので、皆さん思い返していただくと、コロナになった、もう出歩けない、そして食べていませんかというところなんですよね。つまり家の中にいる環境が多くなる。そうすると運動不足になると何が心配かというと、やはり内臓脂肪ですよね。で、内臓脂肪がつくのが胃と食道のつなぎ目。ここにこれぜひちょっと注目していただいて、ここの黄色いの、これが内臓脂肪になりますから、ここに内臓脂肪がつく、胃と食道のつなぎ目、これ皮脂核というんですが、内臓脂肪がここにつくと角度が緩くなります。そうすると口がパカッと開いてしまうので逆流しやすくなるんですよね。なので、その体重増加の要因、食べ過ぎ、運動不足ですよね。それがどうしても出てしまうと逆流性食道炎っていうのは増えるので、このコロナの状況からして症状を訴える患者さんの数は圧倒的に増えてますね。家でもできる逆流性食道炎の改善方法はありますか？まず改善の一言で言うと、もうこれはやはり食事の量に尽きると思いますね。なので、量をどれくらい食べたかということをしっかりと記録することなんですよね。実際皆さん方こう1週間の食事何か覚えてますかっていうと、まあ1日2日前までは覚えてるかもしれませんけど、何食べたかも意外と覚えてないんですよね。なので、まあ面倒くさいと思うんだけれども、実際に自分が食べたものをしっかりと記録しておくことで、いつもの食べている量に比べて食べたか食べてないか、量が多いか少ないかぐらいのポイントだけでいいので、まあ、それを記載していただいたところで、1週間の全体の食事の量を把握していただくことが大事なんです。僕がいつもお話してますけど、食事量は逆流性食道炎の方やっぱり7割から8割が基本なので、まあ、いつも食べてる量よりも少し少なめにしていただくと、
明らかに逆流の症状はそれだけで良くなることが多いです。ですから食事の量のコントロールイコール私たち失職しますけど医者いらずっていう感じだと思っていただければいいと思いますね。動画のコメントにかなり、質問が寄せられてたので、はい、ちょっとそれには答えていただければなと思うので、はい、内容を読み上げていきますね、はい。胸焼けも胃の調子が悪いのでしょうか。まあ、胸焼けは原則的に食道の症状なのでこの溝落ちよりも上になりますから胃の症状と胸焼けの症状が直接的には多分リンクはしてないんです。ただ逆流する要因としてはそのつなぎ目が緩いような食道裂孔ヘルニアの方もいるし胃の働きが悪い前動と言いますねこの押し出す力が弱い方もしくは何かがんみたいなものがあって塞いでる方ですねそういった方もそうですけど胃の中に物が停滞して押し出せない状況があると当然逆流してきますから、まあ、食道と胃の症状はやはり最終的には関連があります。ですから胃の働きが悪い方は逆流症状を感じやすいと思ってもらってもいいんじゃないでしょうかね。じゃあ次の質問いきますね、はい。おばが食道裂孔ヘルニアで長い年月 PPI を服用しています、はい、腹式呼吸は帝王切開の傷が痛みできないとのことでした。他に何か行えることがありますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。食道裂孔ヘルニアのためにその PPI ですねプロトンポンプインヒビタといいますが通常ネキシウムとか、まあ、タケプロンとかパリエットっていうお薬が該当すると思いますがそれを飲んでるということですよね。食道裂孔ヘルニアで飲むっていうのは僕は間違いだと思ってて胃酸の逆流があるだから胃酸を抑えてあげる必要があるから飲むのだったら分かるんだけど食道裂孔ヘルニアのために僕は薬は飲む必要はないとは思ってます、まあ、腹式呼吸いつもお話してますけどこう姿勢正して胸ではなくお腹を膨らませるような意識の呼吸をすると横の横隔膜が鍛えられるので締まりが良くなる。これが食道裂孔ヘルニアに対する理学療法。これが帝王切開のためにできないというようなことであれば、まあ、やっぱりこれ人間の根本なので僕姿勢だけでいいんじゃないかと思うんですよね。姿勢というのはやっぱり体幹があってこの体を支えるために骨格があってその横に筋肉がありますから中の筋肉を多分意識するようなことが大事で僕こうやって今姿勢よく立ってるともうこうではないですよね。こう姿勢よく立ってるとやっぱりこう背筋張ってこう自然とねここなんですよね。このお腹の筋のところにもう芯が通ってるというか横からの姿勢見ていただくと分かるんですけど背筋かなり立ってるのでこの中のインナーマッスルを意識するだけで多分姿勢が良くなって必然的になんとなくこの横隔膜の力が入ってる気がします。だから運動はしてないにしろいい姿勢をしっかり保って10秒20秒でも30秒でも少しやっていただくっていうことを意識すれば多少なりともその食道裂孔ヘルニアの改善につながるようないわばにわか腹式呼吸みたいなものはできてくるかなと思いますよね。ぜひやってみてください。次の質問いきますね。2年ほど前逆流性食道炎と診断され診察のたびにネキシウムを処方され症状が軽くても飲み続けていますが副作用が心配です。はい、これがもうまさに僕の今動画でお話していることで、まあ、やっぱこれはオンデマンド療法絶対おすすめしますよね。でやはり消化器の専門医の先生かもしれませんがやっぱり最新の知識がないと漫然とネキシウム、まあ、パリエット、タケプロンもしくはタケキャブですね PPI と P キャブを出しがちな先生はいるんですね。でこれは患者さんの症状に応じてなので飲まないともう症状が出続けちゃうっていう方は僕もネキシウム 20mm っていうのを比較的長く出す方はいます。タケキャブ 10mm を長く出す方もいる。つまり飲まないとどうしてももう日常の生活が支障出ちゃうよっていうことが完全に分かる方は出し続けるんだけど
フィードバックっていう作用があって、抑えてしまうと逆にそれの他の機能がそれを補うために機能が落ちてしまうということが十分あるので、特にこの胃酸を抑えすぎてしまうとやはり胃の働きが悪くなるっていうことがやっぱり言われているので、つまり症状がもうほとんどない、治ってるのにもかかわらず飲んじゃうというのはあんまり実はお勧めできることじゃなくって、飲むのをやめる努力か、やめるのが怖ければ2日に1回にして症状の改善があるかどうかですよね。悪くなればやっぱりダメかもしれないからずっと飲まなきゃいけないんだけど、まあ、2日に1回それでも大丈夫だったらご自身で思い切ってやめてみるっていうのを選択肢として作っていただいてもいいんじゃないかなと思います。逆流性食道炎は再発することがありますか？はい、あります。つまり逆流性食道炎の根本の治療は食事療法と理学療法が根本です。で、僕らがやってる薬物療法は補助だと思ってください。あくまでも薬だけ飲めば症状は治る、だけど根本が治ってなければ薬飲むのをやめればいわゆる症状が出ちゃう、これが再燃とか再発って言われているような症状になってしまうことなので、原因をちゃんと考えて原因を改善した上で治らなければやはり一時的にお薬の力を借りる必要があるっていうのが、まあ、僕の考えなので、やっぱり再発するっていうことは原因が治ってないから、そういうふうに思っていただけると理解はしやすいかなと思ってますね。まとめると僕の考えですよは、1番はやっぱり食事療法です。で、2番が理学療法で、3番が薬物療法、この順番は変わらないです。なんでかっていうと、私たち生きていくために食事しないと生きていけません。なので食事は必要なんだけども、その食事の量が多いことでやっぱりこの逆流性食道炎は出てきます。生活習慣病と言われているような糖尿病、高血圧、高脂血症、すべて食事が基本です。現代は昔に比べると明らかに、まあ、量が多い、カロリーが多いような食事をとっているので、食事の量を7割から8割に意識して減らしていただくことが大事かと思いますね。その後ですよね、食道裂孔ヘルニアがある方はやはり理学療法がすごく大事なので、あんまり胃と食道のつなぎ目が緩くない方は腹式呼吸にこだわる必要はないと思います。で、最後に薬物療法なので、患者さん来ていただいて症状ありました、はい、じゃあ薬続けて、はい、終了っていうのじゃ絶対ダメで、どういった時に症状が出るのか、お薬飲んだらどういう感じなんですかとか、じゃあ何をしたらさらに良くなるかってことを考えながらですよね。相性がいい薬って実はあって、PPI、PCAB に、あとは胃の働きが落ちてくると逆流の症状出てきやすいので、通常は、まあ、ガスモチ、モサプリドというお薬とか、まあ、ガナトン、イトプリドというお薬とか、あとは漢方のリックンシト、これが胃の働きを良くする、動きを良くしてあげるというお薬なので、非常にその胃酸分泌抑制薬と相性がいいんですよね。 1+1 が2ではなくて、多分5にも10にもなる組み合わせが胃酸を抑えるお薬と胃の働きを改善するお薬だなと僕は考えているので、まあ、患者さんによってこれは動きを良くした方がいいなと思う方に対しては2剤併用をすることがあるし、胃酸の分泌だけの問題であれば胃酸を抑えるお薬、これが短くてもいい方はタケキャブだし、長く飲んだ方がいいよっていう方はネキシウム 20mg だしっていうことで、基本はそういった形で使い分けているようなイメージ。残念ながら私どものところで全ての患者さんはやっぱり見れるわけじゃないし、 YouTube 見てらっしゃる方はやっぱり全国にいらっしゃると思うから難しいと思うんですが、お薬を飲むか飲まないかの判断と闇雲に飲まないっていうことがすごく大事なので、まあ、逆流性食道炎についてちゃんとご理解がある先生のところに探して通っていただくっていうことがすごく大事なことだと思います。